これは確かにケムっぽいわね。あれ、でもあんまり息苦しくないような。このモヤは多分かくらん用の煙幕だと思う。フロアのどこかに発煙筒が落ちているはずだ。え、どうしてそんなものが。それはわからないけど、発煙筒を止めさえすればモヤはすぐに消えると思う。わかった、見つけ次第止めるとして。ラッセル博士はやっぱり3階の工作室にいるのかな。うん、多分そうだと思うけど。おじいちゃん、研究に熱中すると周りが見えなくなっちゃうから。とにかく3階に行ってみよう。よしや、これってさっき言った発煙筒だ。ちょっと貸してみて。うわ、モヤがなくなったわ。すごい、ヨシアお兄ちゃん。これと同じ発煙筒が他にもあると思う。見つけ次第解体しよう。オッケー。あれ、自動ドアが開かないわ。動力が通じていない。ううん、ちゃんと生きてるみたい。誰かがエレベーターを使っている最中なのかも。誰かがって、もしかしてラッセル博士。いや、それにしてはすぐに降りてこないのは変だ。いずれにせよ上に行くには非常階段を使うしかなさそうだ。うん、そうだね。機械だけが動いてるわけ。とりあえず機械を止めなくっちゃ。ふう、おじいちゃんどこ行っちゃったのかな。博士もそうだけど、黒のオーブメントも見当たらない。これはひょっとしたら。ここにいやがったか。どうしてこんなところに。そいつはこっちのセリフだぜ。騒ぎを聞いてきてみりゃ、またお前らに先を越されるとはな。ったく、半人前のくせにあちこち首突っ込みすぎなんだよ。こんな相変わらず腹立つわね。あの、お姉ちゃんたちの知り合い。アガットさんって言ってね、ギルドの先輩ブレーサーなんだ。
おい、ちょっと待て。どうしてガキがこんなところにいやがる。ちょっと、何女の子を脅かしてんの。ち、言いたいことは山ほどあるが、後回しにしといてやる。それで、一体どうなってるんだ。はい、実は。発煙筒といい、やばい匂いがプンプンするぜ。時間が欲しい。とっととその博士を探し出そう。了解です。おじいちゃん。あれ、どうして扉が。待たせたな。最後の目標を確保した。よし、それでは脱出するぞ。用意はできてるだろうな。今の声は。急ぐぞ、エレベーターの方だ。いた。てめえらは。おじいちゃん。ん、アガットクロスナー。面倒な。ここはやり過ごすぞ。待ちなさいよ。逃がすか、おら。くそ、間に合わなかったか。もう一歩だったのに。そんな。どうしておじいちゃんを。とにかく非常階段で下に降りましょう。このまま中央工房から脱出するつもりみたいです。なあ、逃げるとしたら街かトンネル道のどちらかな。急ぐぞガキども。言われなくても。無事だったかね。軍の人間が出てきたから何があったのかと思ったよ。軍の人間だと。ちょっと待って、黒ずくめの連中じゃないの。なんだねそれは。青と白の軍服を着た礼儀正しい軍人たちだったが、エアレッテンの関所から駆けつけてくれたそうじゃないか。あの軍服は確か女王様の親衛隊だね。かっこよかったから思わず写真に撮っちゃった。親衛隊って、あの？ルーアンで市長を連行していった人たちだね。でも、どうしてこんなところに。あの、その人たち、おじいちゃんを運んでいませんでしたか？ラッセル博士を？いや、大きな荷物は運んでいたが。間違いない、あいつらだわ。エレベーターの中で軍服に着替えやがったのか。舐めた真似しやがって。ちょっと待った。それは一体どういう。詳細は後ほどお話しします。その軍人たちはどちらに去っていきましたか。用があるとかで
町の方に降りていったが。追いかけるぞ。絶対逃がすもんですか。詳細は分かりました。それにしても大変なことが起こりましたわね。これは歴史としたテロ事件と言えるでしょう。テロ事件、なんということだ。発煙筒による撹乱と王国随一の頭脳の誘拐、さらに最新技術の塊である演算オーブメントの強奪、許されざるべき所業ですわ。それで王国軍の方はどういう方針で動くんだ。すでにエアレッテン、ボルフトリデ、ソルダート軍用路、セントハイム門に検問を敷いています。族がツァイス地方から逃げることは不可能でしょう。へえ、ずいぶん手際がいいわね。有事に迅速に対応するのが我々情報部の役目ですから。一つ伺いたいんですが、例の男たちが親衛隊に変装していたことをどう思われますか。そうですわね、由々しき事態と言えるでしょう。というわけでドロシー・ハイアットさん。え、私のことですか。逃走する族どもの姿をカメラに収めたそうですね。その時の観光クォーツを我々に預けていただきたいのです。身内をかばうわけではありませんが、王室親衛隊は王国軍の誇りです。彼らの、ひいては女王陛下の名誉を守るためにも。詳しいことがわかるまで報道はどうか控えていただきたい。非公式ではありますが、これは王国軍全体の意向ですわ。仕方ありませんね。詳しいことがわかったらちゃんと返してくださいよ。ご協力感謝します。それと申し訳ないのですが、ブレーサーの方々にはこれ以上の調査は控えて。そいつはできねえな。あの黒装束の連中はずいぶん前から俺が追っている。軍のメンツもあるんだろうが、ここで引くわけにはいかねえよ。仕方ありませんわね。引き続き調査を行ってください。ただし何か分かったら必ずレイストン要塞の情報部に報告してくれるようお願いします。分かった。あんたらも何か分かったらサイス支部に連絡してくれ。了解しました。それでは私たちはこれで。なんだか緊張しちゃった。あの人、リシャール大佐の副官をやってる女の人よね。うん、大佐の代理として調査に来たみたいだね。どうも軍人は肌に合わねえな。まあいい、とりあえず犯人どもはツァイス地方のどこかに潜伏しているみたいだ。ギルドで報告したらすぐに町の外の捜索を始めるぞ。うん。で、何よ、今度は私たちについてくんなとか言わないわけ。なあ、お前らもそこそこ使えそうだ。俺の助手でよければ使ってやる。相変わらず偉そうね。まあいっか、もう慣れちゃった。よろしくお願いします。ああ、気を抜くんじゃねえぞ工房長。それじゃ俺たちは行くぜ。ああ、よろしく頼む。どうかこの通りだ、博士を救い出してほしい。ご苦労だったわね。ううん、私は何にもやってないよ。私も編集部に問い合わせて何か情報はないか調べてみるね。だからティーちゃん元気出してね。
はい、ありがとう、ドロシーさん。心配いらないよ、エステルちゃんたちが必ずおじいちゃんを助けてくれるから。それじゃまたね。ティータ、そんな顔しないで、博士は絶対に無事だから。ああ、王国一の天才学者が傷つけられたりするはずがないさ。お姉ちゃん、お兄ちゃん、うん、そうだね、絶対に大丈夫だよね。何しかめっ面してんの？なんでもねえ、時間が欲しい、とっととギルドに行くぞ。いいところに戻ってきたわね。あれ、あなたは？おや、エステルさん、ヨシュアさん、お久しぶりです。お元気でしたか？アルバ教授じゃない、サイスに来てたんだ。何、護衛を頼みに来たの？それどころじゃない、犯人たちの行方が分かったわ。この人はその目撃者。え、なんだと？やっぱりただごとじゃなかったんですね。いやはや通報に来てよかった。実は私、ついさっきまで塔の調査をしてたんですよ。塔っていうと例の四輪の塔の一つね。平原道の北にあるグレンの塔だな。ええ、そしたら軍人が数名中に入ってくるじゃないですか。最初は王国軍の調査でもあるのかと思ったんですが、影から様子を伺っていると、誘拐だの逃走ルートだの不穏な言葉が出てきましてね、気になってしまったのでこちらに通報に来たわけなんです。その軍人たち、どんな軍服を着ていましたか？青と白を基調にした華麗な軍服を着ていましたが、さすが女王陛下の国、軍人までも洒落ていますね。決まりだな、グレンの塔に急ぐぞ。うん、わかりました。あのお姉ちゃんたち、お願い、私も連れてって。ティータ、それは。こらちびすけ、あのな、連れて行けるわけねえだろうが。常識で考えるよ、常識で。でもおじいちゃんがさらわれたのに、私時間がねえからはっきり言っておくぞ、足でまといだ、ついてくんな。ちょっと少しは言い方ってもんが。黙ってろ、てめえだって分かってるはずだ、素人の、しかもガキの面倒を見てる余裕なんざねえんだよ。それはねえヨシュア、何か言ってよ。残念だけど僕も反対だ。あの抜け目ない連中が追撃を予想してないわけがない。そんな危険な場所にティータを連れていくわけにはいかないよ。ヨシュアお兄ちゃん、ごめんティータ、やっぱ連れていけないみたい。エステルお姉ちゃん、ひどい、ひどいよ。ティータ、待った、エステル、今はそっとしておこう。一刻も早く博士を助けて彼女を安心させてあげるんだ。わかった、確かにそれしかないかも。ったく、余計な時間を取らせやがって。キリカ、軍への連絡は任せたぞ。ええ、そちらもブーンも。どうやら大変なことが起こっているようですね、くれぐれもお気をつけて。
これで依頼達成だね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。この調子で次の依頼も頑張ろう。これで依頼達成ね。これで依頼達成だね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。この調子で次の依頼も頑張ろう。これで依頼達成ね。やった、ランクアップよ。お疲れ様、何か依頼を。ここがグレンの塔。博士とあの連中本当にここにいるのかな。間違いない、複数の足跡が入り乱れている。確かに隠れ家としてはうってつけかもしれねえが。二人とも気をつけて。こいつらやっぱりビンゴだったか。なんであの魔獣たちがここに。あ、もしかして黒装束の連中と関係が。ああ、間違いねえ。おそらく連中に訓練された戦闘犬ってとこだろうな。戦闘犬。俺は奴らを調べ始めてから何度もあの魔獣の襲撃を受けた。無関係であるはずがねえ。そうだったんだ。ってことは峠の関所が魔獣に襲われたのはあんたがいたからってわけ。ま、
結果的にはな。そもそも奴らの調査を俺に押し付けたのはお前らの親父だ。こっちだっていい迷惑なんだよ。それを言われると。そういえばジャンさんがそんなことを言ってましたね。どういう経緯で頼まれたんですか？例の空賊事件が起こる少し前にふらりと現れて押し付けやがったんだよ。なんでも外せない用事ができたとか抜かしやがったな。まったくとぼけたおっさんだぜ。そうだったんだ。もっとも今となっちゃ誰にも譲るつもりはねえがな。特にあの野郎だけは絶対この手で捕まえてやる。あの野郎？なんでもねえよ。とっとと連中を捕まえてあのじいさんを救出するぞ。僕の番だね。捕らえた。俺に任せな。
みんな大丈夫？僕の番だね。俺の番だな。させるか。私の番ね。僕の番だね。顔を洗って。僕の番だね。僕の番だね。これが任せて。みんな行くわよ。僕の番だね。俺に任せな。そこだ。あたしの番ね。俺の番だな。行くよ。はっ。うん。僕の番だね。俺に任せな。せい。私の番ね。僕の番だね。俺に任せな。させるか。俺の番だな。せい。気合いがた。
いた。とうとう追い詰めたぜ。遊撃士ども、なんという連中だ。ここまで鼻が利くとは。変装して町から脱出するなんて芸の細かいことするじゃない。でも爪が甘かったみたいね。誰も来ない遺跡だと思って油断したのが運の尽きですね。素直にラッセル博士を解放してもらいましょうか。遊撃士協会規約に基づき、てめえらを逮捕拘束する。あのすかした仮面野郎が見当たらないのは残念だが、はてめえらで我慢してやるよ。ふざけるな。邪魔者は排除するのみ。番だね。捕らえた。私の番ね。みんな大丈夫？俺の番だな。行くよ。捕らえた。任せて。俺に任せな。押せんだよ。くらいやがれ。僕の番だね。番だね。遅い。俺の番だな。
それだ！はっ！だね。捉えた。戦闘終了。さすがは遊撃士ども。だが人質変えるのは忘れたか。あんたたち往生際が悪すぎるわよ。あなたたちの目的はラッセル博士の頭脳でしょ。危害を加えてもいいんですか。 うるさい。本当に傷つけられないか試してやってもいいのだぞ。うぜえな。いい加減諦めろ。王国軍だって動いている。てめえらに逃げ場はねえんだよ。何がおかしい。いや何、おめでたい連中だと思ってな。それにそろそろ時間だ。何？エッセル危ない。分かってる。やっぱり飛行艇。くそ、ここまで大掛かりな組織だったのか。形勢逆転だな。ここで皆殺しにしてもいいが、遊撃士協会を敵に回すつもりはない。そこで黙って見ていれば命だけは助けてやってもいいぞ。この言わせておけば。エステル、ここは彼らの言う通りにしよう。え、従うふりをして隙をうかがえ、じいさんを運び込もうとする瞬間、そのタイミングで一気に突入する。了解。どうやら諦めたようだな。賢明な判断というものだ。では失礼させてもらうぞ。暇だ。ダメ！何？子供？ティータ？しまった、ついてきてしまったのか。おじいちゃんを返して。返してくれなかったらか、調子に乗るんじゃない。まずい。ティータ、ジアガット、アガットさん。おい、子供を撃とうとする奴がいるか。しかもそいつはテスト用の。すまん、船が落とされると思って。まあいい、このまま撤収するぞ。待ちなさいよ。おじいちゃん。ティータ、とりあえず一旦サイスに戻ろう。あの飛行艇のことをギルドに報告しなくちゃ。うん、ティータ、辛いとは思うけど。なんで、どうしておじいちゃんがひどいよ。どうして。おい、チビ。ちょっと言ったはずだぜ。足手まといはついてくんなって。お前が邪魔したおかげでじいさんを助けるタイミングを逃した。この責任どう取るつもりだ。私
私、そんなつもりじゃ。おまけに下手な脅しかまして命を危険にさらしやがって。俺はな、お前みたいに力もないくせに出しゃばるガキがこの世で一番ムカつくんだよ。ひどいこと言うの？ただでさえおじいちゃんがさらわれたばかりだっていうのに。だから言ってるんだ。おい、チビ、泣いたままでいいから聞け。お前、このままでいいのか？じいさんのことを助けないで、このまま諦めちまっていいのか？だったらふぬけてないでシャキッとしろ。泣いてもいい、わめいてもいいから、まずは自分の足で立ち上がれ。てめえの面倒も見られねえやつが人助けなんざできるわけねえだろ。それができないんだったら二度と俺たちの邪魔をするな。子供らしくベッドで毛布かぶってメソメソ泣いていやがれ。俺としてはその方がよっぽど助かるけどな。ティータ、大丈夫だよお姉ちゃん。私一人で立てるから。やればできるじゃねえか。本当にごめんなさい。私のせいであの人たちに逃げられちゃって。バカ、謝ることなんてないわよ。うん、ティータが無事でよかった。ありがとうお姉ちゃん。お兄ちゃん、アガットさん。なんだ、文句なら受け付けねえぞ。ありがとうございます。危ないところを助けてくれて。それから励ましてくれてありがとう。励ましたわけじゃねえ。メソメソしてるガキにカツを入れてやっただけだ。だから泣いてたくせになんでそこで笑うんだよ。調子の狂うガキだな。あんたね、お礼くらい素直に受け取りなさいよ。ほんとひねくれてるんだから。いや、アガットさん単に照れてるだけじゃないかな。あ、なるほど、可愛いとこあるじゃない。そこうるせえぞ。まあいい、とりあえず速攻でギルドに戻るぞ。どうやら連中の背後にかなりの大物がいるのは間違いない。気は進まねえが軍と協力する必要もあるだろう。うん、そうね。急いだ方が良さそうですね。